味噌ラーメンを自分の調合だけでした。あ、十分味噌の味がしてる。あ、いい感じいい感じで、そこにこれね、これも結構楽しみな食材しつつも、なかなかまだ次のステップに行く気がなくて使ってなかった AKA 味噌です。これもね、面白いよ。評価を見てるとね、すごい面白かった。これもしっかり輸入物とかではなくて、あれ、これカントリーフォーブオリジン、チャイナのってやつ、あれ、これはちょっと間違えてた。じゃあこれはごめんなさい、中国製でした。あれ、インド製じゃないの、これ。これは残念、ちょっとインド製じゃないんで、インド製の味噌は買い直します。で、インド製の味噌もあったんだけど、あ、そうそう、これね、でもちょっと面白い、評価が面白くて買っちゃったんだよね。これね、これは赤じゃないですか。でこれと同じ メーカーが白をやってて、で白の方の評価が面白くて、こうやってね、評価が高いじゃないですか。だけどほら、もっと白スイートとか、白味噌よりはしょっぱいみたいなことが書いてあるんだよ。でこれインドの人はさ、茶色の色で、この人は分かってるよね。で何かというと、僕はこれをこのね、この同じメーカー、僕は赤かったんだけど、白味噌はね、どう考えても買わないんだよ。でこれ見てもらったら分かると思うけどね、日本人だったら言いたいことは分かるでしょ、白じゃねえじゃんっていう、白味噌なのに赤味噌入ってない。だから、そう、だから僕ね、てっきりもう絶対インド製だと思ってて、っていうのは、赤と白の意味が分かってないんだろうなと思って、きっと何も知らないインド人がやってんだろうなと思ったけど、要は AKA と SHIRO はこれ色ですよ、レッドとホワイトって意味なのに分かってないんだよ、このプリントインからしたところでね。ではもう白味噌はそもそも論外というか、白味噌これなんだ、白味噌なのに赤ってどういうことっていう、逆に面白いから買ってもよかったんだけど、だから僕は赤味噌を買ったわけです。だって赤だ。で値段がちょっと結構いい値段、 100g あたり87ルピーで、これはだから 300g で261ルピー、400円ぐらいですか。高いよね、日本で400円、この大きさだってしないよね。日本で買えるの全然高くて、でもインド製の味噌とは何ぞやと思ってちょっと買ってみたんだけど、だけどこれは残念ながらプロダクトチャイナということで中国製でした。アーバンプラッターは全部じゃあ中国なんだね。ということはこれは輸入物だということで、ちょっと僕のコンセプトからは、最近の一連のコンセプトからはずれるんだけども、でこれはちなみに、そうそう、出汁は入ってません。ここ見てもらえば分かるんだけど、ここ緑色のマークだから、まあ、100歩譲って昆布だしは入っても問題ないけど、かつおだしとかいりこだしみたいな魚系のだしは入ってない。要はだからこれだし入ってません、ただの味噌なんですよ。これを単体 で味噌汁はできない、だしを入れなきゃいけないから。それでここのまたコメントにも、味噌汁の味にならないみたいなこと書いてあって、かわいそうに、だってこれだし入りじゃないから、だし入れないと味噌汁にはならないよとか思うんだけど、インドですよね、これはだしが入ってない。だからそれで今日僕はこれでまずは冬だし辛口のラーメンが食べたいなということで、バッカヌードルを使って一つ作ってみようと思います。ニンニク振っておく、インドのって粒が小さいんで、もう皮むくのめんどくさいんで、夏のこれ逆すってこうやってるうちに勝手に皮が上に浮いてくるから、それでいいやっていうことで、皮がついたままやっているインド製のニンニクチリ、これ全然辛くないんだよね。でさっきの味噌、インド製じゃなかったんでちょっとテンション下がっちゃったな。もうすでに開封してから、ここまでの 2,30 分の間でインド製の味噌は別途注文アマゾンでした。やっぱせっかくだからインド製で揃えたいよね。さあ、とはいえ僕はインドで味噌を買うのは初めてです。インドで売られているインド人が食べている味噌、あ、味噌の匂いがでもすごいする。ちょっと舐めてみようかね。うん、あ、すごいしょっぱい赤味噌の味がする。ちなみに僕はあの日本でも赤味噌です。味噌の量合ってるかな、ちょっと少ないかもしれないね。僕あの人生で味噌ラーメン作るのは人生で初めてですから、インドじゃなかったら味噌ラーメン作ろうと思わないよね。だって麺職人の味噌あったよね、美味しいもん。でここにチキンブロス入れます。使いにくいね、インドって。すげえドバって出ちゃった。でガーリックパウダー、ガーリックはこっちにも入ってるけど少し入れときますか。それからテストパウダー、そう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 だよね。みりんがないの、だから酢を使う。なぜ酢なのか、みりんがないからです。みりんがないから酢と砂糖でみりんの代名詞、このザラメみたいなのね。
味噌ラーメン用に作ったスープです。はい、麺は今のところアマゾンで買ったなんとかラーメンよりも全然こっちのハッカヌードルの方がいけてるのでハッカヌードルを買ってきた。はい、ほうれん草資格がないのでほうれん草ですと。はい、なんで桃を買ってきた。さあどうか。あ、十分味噌の味がしてる。あ、いい感じいい感じ。そこにちょラー油を足してみようと思って。うん、あ、でも、ああ、嬉しい。全然いける。あの、本物の味噌ラーメンじゃないし。もも。ももです。まあ、麺がね、ちょっと美味しそうに見えないけど、スープはね、十分だね。全然、今、中国製だけど、インドで売られてる味噌と、あ、これはいける。あ、すごいね、この味噌美味しい。うん。これで何もいらなくていい。ね、ここにさらにすりおろしにんにくをたっぷり入れればあのおっさん好みのラーメンになる。あのうん、うん、十分おいしい。何せ素人だから僕は。人生で初めての味噌ラーメンをインドで作ってるわけだけども十分おいしい。具はないんですけど、うん、で最後に言えばパンチは絶対あの味噌ラーメンにありがちなの生のにんにくの辛い感じ、それさえ最後に出せば完璧。うん、で1回目だからこれ次は肉をたっぷり入れて食べてやろうと思う。というわけで今回はでも結構十分、とても十分にできました。外グルダクの試合で終わりします。味噌ラーメン1回目、ラーメンの動画は何回目か分かりません。それだけ。とりあえずほうれん草を、はい。